もう一つちょっと今思い出したので説明ちょっと間腰が折れますけれども、私はお話しましたか、最初に話したかもしれないですけど、新垣さんには最初は筆談もお願いしてました。そして、講話でゆっくり喋ってもらって、分からないところはもう一回ゆっくりくださいって話してくださいっていうことをもう何百回も言ってきました。なのにあの発言は私の障害と今回のデータの資料を見てもありえないことだと思います。すみません、ちょっと話どうしても言いたかったことを忘れてたの で広島の曲は自分の中には思いが、広島の思いがもともとありました。それはもう本当に嘘じゃないです。ですけど新垣さんにそれをその時にですね、天霊と祈りという言葉が入っておりますけれども、現代的な要素も入れたいということで現代天霊の仮タイトルをつけて、そうすると彼が喜びますもので現代的な、響きが入るということで、で最終的にヨルブさんの CD を来た時に僕は驚いたんですけども、もしかしてここで初めて聞くのって新垣さんに聞いたんですね。そしたら彼はもうほとんどうんかうん、僕がほとんど喋ってイエスかノーしか言わない人なんで、っていうので、もしかしてこれまでのこれプレゼントしましょうかって言ったら、あ、自分で買うからいいですって言ったんですけど、持って帰ってくださいってヨルムさんの CD を渡したんですが、もしかして他の CD はって言ったらですね、聞いたこともないって言われたんです。持ってませんと。信じられない思いでした。そうすると被爆者を利用したというふうには思ってらっしゃるんでしょうか。断じてありません。じゃあ、そちらの、はい。弁護士のことについてお伺いしたいんですが、2月中旬にそれまで代理人を務めていた2人の弁護士が辞任をしました。こちらの具体的な経緯、弁護士さんが辞任したんですが、その具体的な経緯、なぜ辞任したのかということをお伝えいただけますでしょうか。はい、許可を得ていないので言っていいのかちょっと悩むところですけど、今日は全部話すということで、実は高橋大輔選手の、お滑りになる、もう少しお滑りになるタイミングって言いますか、その前に僕は謝りたかった、こういう場所を設けたかったんですけども、まだタイミングではない。今謝ると騒動が大きくなって高橋さんのに影響が出るということで弁護士さんと意見が分かれました。そこだけです。謝罪のタイミングで意見が分かれたんですか。はい。高橋さんは、早く謝罪したいというお考えだったということでしょうか。はい。ありがとうございます。この間広島に佐村豪一さんの小学校中学校高校の同級生に何人か会ってお話を聞きました。でそうしたら、結局この交響曲第1番が
に書いてある、ことは、まあ、全部嘘であると彼らは言い、ピアノを、やっていた事実は全くないというふうに彼らは言い、という事実がありました。だけど今、神田豪一さんは小さい頃からクラシックが好きで、ピアノを弾きすぎたので、左の指が腱鞘炎になっていると今おっしゃっています。で、同級生たちはあなたには大きな夢があったと、高校時代に、とおっしゃっていました。それは役者になる夢であると、で、あなたは役者になりたいと思って高3の時に、家出をして役者になろうと思って東京に行こうとしたし、役者になろうと思って18の時に上京したと、で、なので彼らが言うには、田村は、彼らは言いますが、田村は今は伝統の天才作曲家を演じとるんじゃろうとわしらは思っとった。あなたがすごく演じてとかで持ち上げられた時にもそう思っています。だから今あなたがまだその頃、小さい頃からクラシックが好きでとか、ピアノがあって言ってるあなたを見て、あいつはまだ演じとるか、まだ役者なんかって言ってると思うんですけど、そういう彼らってどう思いますか？そう思われても仕方ないと思っています。ただ一点ですね、ちょうど思い出したので言わせていただきますけれども、もしかしてこの中に交響曲第1番のその自伝本、嘘の自伝本を書いてですね、幼少期のピアノ時代のことが克明に書かれていることにお気づきになった方いらっしゃるかと思います。どうしてそこだけ私が克明に知ることができたのか。あれは新垣さんが私が嘘の自伝本を書くということをですね、もう知って積極的にどのように音大も出ないで耳も聞こえないで交響曲を書くに至った人間がどのようなすごい経歴、幼少期を過ごせばごめんなさい、すごいように見えるかということを新垣氏自身がですね、この嘘本の構成に加担していたということを明かしたいと思います。だから初めて読んだときにびっくりしたというのは嘘です。そこが新垣さんに提示される。